ヤマハピアニカ P-32D ピアニカは、東海楽器製造とヤマハが製造して販売する、鍵盤ハーモニカで、両社が、第618,501号で、登録商標している。初等教育の音楽教育で多く利用され、鈴木楽器製作所が製造する、メロディオンと並び、鍵盤ハーモニカの国内に大ブランドとされる。1961年12月に、 東海楽器研究所が鍵盤ハーモニカを開発しピアニカとして発売した。日本楽器製造は1967年から東海楽器研究所が製造したピアニカをヤマハブランドで販売した。1973年に日本楽器製造が自社開発のピアニカを発売すると東海楽器研究所も1985年から 東海ブランドでピアニカを発売し、以後は日本楽器と東海楽器はそれぞれがピアニカを製造して販売している。ヤマハのピアニカは1978年秋発売の P-32C、P-34C、P-37C から中空二重ブローケースを採用した。このケースは大きな強度を持ち、落下時などに衝撃を緩和して、 楽器本体の破損を防ぎ好評を得た。蓋は開口時に約120度で静止して譜面立てとして利用できる。ヤマハの学校用機種は1984年秋に P-32D を発売し、2014年10月から P-32EEP が発売された。一般名称は鍵盤ハーモニカで製品名はピアニカ。 メロディオンなどだが、初等教育機関では、ヤマハ製品の馬線優率が高いことから、楽器名として広く、ピアニカと、俗称される。現在国内で流通する商品は、以下がある。ありがとうございます。